ラコンティーズ。こんにちは、ラコンティーズの秀樹です。皆さん、先日発表されました魔王学院の不適合者の第2期制作の発表を見たでしょうか？いやー、ラコンティーズの、動画の解説で続編のアニメ化されることを希望していたけど、本当に実現されてとても嬉しいですね。しかも今回は分割ですが、2クールあるとは、いいですね。第1期の放送の、反響がとても良かったんでしょうかね。さあ、今回の第2期ではどこまで放送されるんでしょうか。私の予想では第2期の前半で小説での第4章の大聖霊編と第5章の選定審判編かなと思います。また、後半で、第6章の新竜国ジオルダル編と第7章のアガハの予言編まで、進めば嬉しいですかね。皆さんはどこまでアニメ化されると思いますか？コメント欄に、予想を載せてもらえれば幸いです。第4章から様々な神が出てきてスケールのでかい話になります。新任教師のエールドメイドのこと、神のノウスガリアが重要な登場人物の一人になるでしょう。また、新たな登場人物が、続々と出てくると思いますので目が離せません。またそしてですね、今まで有名な声優さんが出演されてきてますので、これも楽しみですね。そしてなぜアノス様が忘却の魔王と呼ばれたのか。2000年前の大戦で忘却の魔王は神とも戦った。アノス様は秩序を覆すことのできる神の奇跡を欲していた。世界は荒んでいた。魔族は死に、人間は死に、精霊たちは消えていった。荒廃していく世界を歯止めをかけるためには世界の秩序を変えるだけの力が必要だった。魔王はその奇跡を求め、そして奪った。破壊の秩序を奪ったことで人間も魔族も死ににくくなった。秩序の定めよりも魔族は増え続け、人間はそれよりもさらに多く増えた。滅びがなければ神聖もない。魔王は自らの種族を守るため新たに誕生する種族の可能性を奪った。それこそがアノス様が神々にすら暴虐の魔王と呼ばれたゆえんだそうです。つまり秩序を大事とする神々からは秩序を守らないアノス様を敵としているようです。この話が、今後重要になるようです。また小説ではワンユニオンが新たな敵と歌合戦するみたいですので楽しみです。今回も、たくさんの見どころがあると思いますので、ぜひ皆さんも見てください。そして放送されましたらまた紹介と、感想を行っていきますので、視聴をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。